平野翔のグッズだけ完売、ナンバーアンダーライン愛に一体何がメンバーの格差を徹底分析。平野翔の活躍が、詩人宮寺を苦しめる。ファンの本音とグループの未来。ナンバーアンダーライン愛の結成から1年が経過し、平野翔、岩優太、ガン・ユータ、神宮寺・ユータという3人のメンバーの個々の活動や人気が議論の的となっている。特に最近のグッズ販売において、 平野のグッズが即完売した一方で、岸と神宮寺のグッズが売れ残ったという報道は、彼らの人気格差を浮き彫りにする形となった。しかし、この現象は果たして単なる、格差を意味するのだろうかそれとも、現在の音楽シーンやファンコミュニティにおけるさまざまな要素が絡み合った結果なのだろうか深く掘り下げてみると、この問題は単純に一部のメンバーが優れているとか劣っているという話にとどまらない。 もっと複雑な要因が存在するようだまず、ナンバーアンダーラインアイが、キングプリンス、キンプリから独立し、新たなグループとしてスタートを切った際、平野がすでにルイ・ヴィトンやイブ・サンローランのアジアアンバサダーとして活躍していた事実は無視できない。彼のソロ活動は幅広く、テレビのバラエティ番組の MC に抜擢されたこともあり、その存在感はますます増していった。その一方で、 騎士と神宮寺はファッション雑誌での出演などにとどまり、その個人活動の幅広さにおいて平野に遅れを取っていると見られることが多い。しかし、これを単純に格差と捉えるのは尊敬だろう。なぜなら、彼らのファン層の広がりや活動のスタイルには、それぞれ異なる成長の道筋があるからだ。広告代理店関係者によれば、平野はハイブランドから一般的なメーカーまで、幅広い企業の CM に起用されており、 その結果として彼のファン層も多様性を増しているという。しかし、岸と神宮寺が新たなファンをあまり獲得できていないという指摘には異論がある。実際、ファンの間では岸と神宮寺も新たなファン層を取り込みつつあるという声があり、彼らが追求している道が必ずしも平野と同じである必要はないという見方もある。キングプリンスのデビュー当初も平野の人気が突出していたことは事実である。しかし、 他ののメンバーがそれぞれぞ強みを見つけ俳優業やバラエティ番組で活躍するようになった結果グループ全体の価値を高めていった。ナンバーアンダーラインアイにおいても岸と神宮寺が個人活動で新たな領域を開拓していくことで同様のシナジーを生む可能性は十分にある。従って現時点での格差は必ずしも固定されたものではなくこれからの成長や変化の過程で動的に変わりうるものだ。 ファンの意見に耳を傾けると、彼らが感じる、格差は必ずしも否定的な意味ではなく、それぞれのメンバーに異なる魅力があることを楽しむ姿勢も見受けられる。騎士は歌唱力を持ち、神宮寺は調和を生み出す役割が期待されている。また、ファンの中には、ナンバーアンダーライン愛の楽曲に対して、3人がそれぞれ異なるスタイルやジャンルに挑戦することを望む声も多い。3人のダンススキルは非常に高く。 それぞれぞの個性を生かしたパフォーマンスが彼らの新たな魅力を引き出す可能性を秘めている。また、グッズ販売についてのファンの意見も興味深い。現在のような、うちわなどのグッズだけでなく、日常生活で使えるアイテムを求める声が多く、それによって彼らの存在を日々の中で感じることができると感じるファンもいる。このような声に耳を傾け、彼ら自身のアーティストとしての路線を見つけていくことが、 今後の活動にととって重要となるだろうちわに象徴されるアイドルから一歩離れ、よりアーティストとしての自立した姿を見せることが、ファンとの新たな関係性を築く鍵となるかもしれない。また、芸能記者や広告代理店関係者の意見に対するファンの反発も見逃せない。彼らは格差を強調する報道に対して、応援しないで否定するような書き方を非難し、 3人の活動や成長を温かく見守る姿勢を見せている。グループの中で個々の人気や活動が異なるのは自然なことであり、その違いがあるからこそグループ全体の魅力が引き立つという意見も多い。ファンはナンバーアンダーライン愛を単なる平野一強としてではなく、3人がそれぞれの持ち味を持ちながら、一緒に成長していくグループとして見ている。そして、ナンバーアンダーライン愛が1年を迎えるにあたり、その 格差が問題視される一方で、ファンの間ではむしろその差を受け入れ、3人がそれぞれの道で活躍していくことを期待する声も多い。平野は確かに際立った存在かもしれないが、それはグループ全体にとっての強みでもある。そして、岸と神宮寺も彼ら自身のペースで新たな領域を開拓し、活躍の場を広げていくことで、グループ全体の魅力をより一層高めていくことができるだろう。 こうしたファンの声やグループ内の成長を見ると、格差が必ずしもネガティブな要素ではないことがわかる。それはむしろ、個々のメンバーが異なる才能や個性を持ち、互いに補完し合いながら一緒に成長していく過程を示していると言えるだろう。結成から1年、彼らはまだ発展途上にあり、その可能性は無限に広がっている。これからどのような形で彼らが成長していくのか、 どのようにファンと共に新たなステージを築いていくのかが注目される。ナンバーアンダーライン愛にとって、3人それぞれの個性と才能を尊重し合いながら成長していくことが、グループ全体としての成功への道となるだろう。平野の存在感は確かに大きいが、それが騎士や神宮寺の成長を妨げるわけではない。むしろ、彼らが互いに刺激し合いながら、新たな道を切り開いていくことで、ナンバーアンダーライン愛。 というグループの進化が発揮されるはずだファンもまたそんな彼らの成長を見守り共に歩んでいくことでより深い絆を築いていくことができるだろう。結果として格差とは単なるネガティブな現象ではなく彼らの個々の才能が引き立つためのプロセスであり彼らがそれぞれの道を見つけ語彙に高め合っていくための必要なステップなのかもしれない。これからの彼らの活動に期待を込めて応援していきたいものである。 ナンバーアンダーライン愛の今後の成長と発展を考える上で、3人それぞれが持つ個性や魅力がどのように発揮されていくかが大きなポイントとなる。平野翔がすでにトップクラスの人気を誇ることは間違いないが、それがグループ全体にとっての重荷になるわけではない。むしろ、彼の存在が岩優太や神宮寺・ユ太タの成長を促し、グループ全体の価値を高めていくための推進力となる可能性がある。平野が先頭に立つことで、 騎士や神宮寺がそれぞれの強みを見つけ、それを発揮するための時間や環境を得ることができる。これは、3人の絆と信頼関係があるからこそ成り立つものだ。また、ファン層の広がりと深まりを考えると、彼ら3人の異なる魅力がさまざまな人々に訴求力を持つことが明らかだ。平野のカリスマ性や圧倒的な存在感に惹かれるファンもいれば、騎士の紳士で努力家な姿勢や歌唱力に共感する人々、 神宮寺の調和とバランスを大切にする姿に魅了されるファンも多い。これらの多様なファンが存在することこそが、ナンバーアンダーライン愛というグループの最大の強みであり、彼らの活動の幅を広げる要因となっている。音楽業界や芸能界において、メンバー間の人気や仕事の差は必ずしもネガティブな意味を持つわけではない。それぞれのメンバーが個々に異なる活動や挑戦を通じて新たなファンを獲得し、 その結果としてグループ全体の認知度や価値が高まっていく。平野が個々の活動で成功を収めることは、岸や神宮寺にとっても間接的にプラスの影響を与え、彼ら自身の活動が注目される機会を増やすことにつながる。例えば、平野が出演する CM やテレビ番組を通じて、ナンバーアンダーライン愛というグループが注目され、 その流れで棋士や神宮寺のソロ活動にも興味を持つファンが増えるという現象は十分に考えられる。また、ファンの声に耳を傾けることが非常に重要であることも見逃せない。ファンの中には、グッズ販売が売れ残っているという一面だけを取り上げて、格差を強調する報道に対して反発する意見が多い。実際、ファンは彼ら3人の活動をバランスよく応援し、 個々の成長を喜びながら共に歩んんででいいくことを望んでいるそのためメディアが格差に過度に焦点を当てるのではなく彼らの成長過程や個々のチャレンジを取り上げることでより多くの人々がナンバーアンダーライン愛というグループの魅力を理解し応援するきっかけを提供できるだろう。さらに音楽活動においても彼らはまだまだ成長の余地があり今後の展開に期待が持てる。 これまでの楽曲やパフォーマンスは平野がリードしている印象が強かったが、次は騎士のプロデュース曲が登場する可能性もあり、彼らの新たな側面をファンに見せることができるだろう。騎士はその優れた歌唱力を生かし、神宮寺はその調和の取れたパフォーマンスでグループ全体を支える役割を果たしていくことで、彼らの音楽の幅や深みが増していくことは間違いない。これらの取り組みは、単にグループの人気を維持するためだけでなく、 新たなファン層を開拓するための重要なステップとなる。既存のファンだけでなく、新たに興味を持つ人々に対してもアピールすることができれば、彼らの音楽活動はさらに飛躍的な広がりを見せるだろう。その過程で、ファンと共に成長し続ける姿勢を見せることで、ナンバーアンダーライン愛は単なる一時的な人気に終わらない、長く愛されるグループへと成長していく可能性が高い。最終的に、 ナンバーアンダーライン愛のこれからの道のりは、メンバー3人が互いに支え合い、個々の強みを最大限に引き出しながら、ファンと共に新たなステージへと進んでいくことにかかっている。平野だけでなく、騎士と神宮寺もそれぞれの才能や個性を生かしていくことで、彼らの活動はより一層多様性に富んだものとなり、ファンにとってもより魅力的な存在となるだろう。そして、その成長を見守り、応援し続けるファンこそが、 ナンバー・アンダーライン・アイというグループを支え、彼らの未来を切り開く力となる。今後、彼らがどのような道を歩んでいくのか、そしてその歩みの中でどのような音楽やパフォーマンスを見せてくれるのかは、非常に楽しみな部分である。そして、それはファンと共に作り上げていくプロセスでもある。平野、騎士、神宮寺の三人がそれぞれの道で成長し、その成長が、ナンバー・アンダーライン愛・アイ。 というグループ全体をさらに高めていく過程を見届けることこそがファンにとっての最大の喜びとなるだろう。